ヒルトンハワイアンビレッジビーチリゾートスパは、アメリカ合衆国のハワイ州、ホノルル市にある大型高級ホテル。9万平方メートルの敷地内にタイムシェア、リゾート専用タワーを含めた7つのタワーに3000室を超える客室、6つのプール、22点のレストランバー、90点以上のショップ、国際会議やミスハワイを決める催しなどが開かれる3つの、 コンファレンスセンターを構える、ハワイ州最大のホテルである。ワイキキビーチの西より、フォート・デルシーのビーチの目の前にあり、ホテル内のプールエリアより、直接ビーチに出ることができる。さらに、デューク・カハナモク・ラグーンやワイキキでは、最長のウォータースライダー付きプールを含めた6つの、プールがある。デューク・カハナモク・ラグーン海側の客室からは、ワイキキビーチや、アラワイ ヨットハーバーが望め、ダイヤモンドヘッドまで見渡せる客室もある。広い敷地と多様な設備、ビーチフロントの立地を生かして、サーフィンレッスンやハワイアンアートクラフトから、ホテル目前のポートヒルトンドックから出港するアトランティスサブマリンまで、滞在客向けの多様なアクティビティが用意されている。また、毎週金曜日には、ビーチのホテルの目の前で花火が上がる。 ワイキキエリアにおける目抜き通りである、カラカウア大通りからは徒歩10分以上の距離にあるものの、敷地内に多く存在するレストランやバー、ブティックを利用しての買い物や飲食が可能である。また、アラモアナセンターからは徒歩15分程度の距離である。ハワイ州最大のホテルであることから、多くの日本人観光客が訪れることもあり、日本人向けのサービスが充実している。 日本語ができるスタッフを常駐させているほか、ほぼすべての掲示、注意書きなどは日本語と英語の併記となっている。さらに和食レストランや日本語新聞の提供を行っている。レインボータワー2017年3月にオープンした37階建てのタイムシェア専用タワー。タイムシェアプログラムのオーナーのみが宿泊可能である。418室。セルジオス、ベニバナオブ東京。 初花、ラウンドテーブルピザなどの複数のレストランを要する、レインボーバザールレストランのほかハワイ料理の、バリステーキシーフードなど、計22のレストランがある。ホノルル国際空港からは、週間高速道路 H-1 号線のエグジット23経由で30分程度で、アクセスが可能である。なお、ワイキキのホテルを巡回する、シャトルバスや、 ハイヤーも用意されている。また、公営バスである、ザバスや、ワイキキトロリーの停車場もホテルの徒歩圏内にある。ありがとうございます。